頭痛さんがおっしゃってるまあえっともっと当初はもっと多くの地域で開催していたいしたいと思っていたものの会場を仮押さえさせていただいた去年の段階でのコロナ状況で今回残念ながら断念したエリアもありましたってことでいやどんな地域でやったのかなっていうのをちょっとね自分なりになんかこう妄想というか幻の開催地をちょっと上げてみましたはい多分風チャンネルのルーリオです 今日はですね、えっと、藤井風さんのオフィシャルのアプリ、皆さんお持ちでしょうかまあ持っている方が大半だと思うんですけど、そのスタッフダイアリーが更新されて、たれされたので、その、えー、Help Ever Arena Tour のですね、あのー、なんかこう、構想段階のお話とかがあって、ちょっとこう、アリーナツアーの あの、場所とかっていうお話があったので、そこにちょっと深掘りをして、そこをちょっと深掘りしたお話をしていきたいなと思います。このチャンネルでは藤井風さん中心に、音楽の情報を扱っているチャンネルとなっています。で、えっと、まだ、あの、チャンネル登録お済みでない方、万が一いらっしゃいましたら、あの、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと、この動画気に入っていただければ、いいねのほどよろしくお願いします。えっと、早速、本題です。えっと、藤井風さんのアプリの、 えっとまあ、スタッフダイアリーが更新しましたということで、えー、12月9日になった時かなちょうど夜0時ぐらいに更新されたと思うんですけども「えー、助け爪大箱旅」前編ってことで、えー、っとスタッフさんのマネージャーさんの川津さんズッズさんですねが、えー、っと更新をされました、まあ、前編ってことなんで多分後,半後編 もしくは中編後編ってことで、あと1、2回更新があるのかなっていうので、それもちょっと楽しみなんですけど、えっと、僕がね、ちょっと気になったのは、まあ2箇所ぐらいあったんですけど、この動画ではちょっと1箇所扱おうかなと思ってます。ちょっと気になったとこ読んでみます。えっと、どこだっけ。 当初は、こ,ここからですね、冒頭のところなんですけど、当初はもっと多くの地域で開催したいと思っていたものの、会場を仮押さえさせていただいた昨年の段階でのコロナ感染状況で、今回は残念ながら断念したエリアもありました。実際に仮押さえまでさせていただいた会場もありましたが、来年はコロナも落ち着いて、またライブエンターテインメントが盛り上がっていくだろうという、 思いととも、希望とともに、全国のコンサートプロモーターの皆様の力をお借りして会場を押さえていただき、Help Every Alina to o を,を昨年の段階で奇跡的に組み上げることができました。で、まあ、あの、まあ、その他もろもろお話が続くんですけど、今日はね、ちょっとここの、あの、会場を仮押さえしてたっていうところをちょっと深掘りしたいなと思ってます。で、えっと、 ちょっと手書きで大変恐縮なんですけど、今回のね、えー、っと、アリーナツアー、全国5カ所でかわ行われたんですよね。で、それがこちらです。ちょっと手書きなんですけど、<laughs> Help Ever Arena、Tour、の、 開催地、この上から1番から5番まであるんですけど、これが開催順ですね。えっと、初日が横浜アリーナ神奈川県から始まりまして、次大阪城、大阪の大阪城ホール、福岡のマリンメッセ福岡、で、次が兵庫県のワールド記念ホール、で、最後、最終日ですね。これはあの、なんだっけ、オンライン配信もありましたが、東京の代々木第一体育館でありましたと。で、 まあ僕結構ライブ行くの好きなんですよ。で、えっと、そこでね、この、ズッズさんがおっしゃってる、まあえっと、もっと、当初はもっと多くの地域で開催していたい、したいと思っていたものの、会場を仮押さえさせていただいた去年の段階でのコロナ状況で、今回残念ながら断念したエリアもありましたってことで、いや、どんな地域でやったのかなっていうのを、ちょっとね、自分なり、 なんかこう妄想というか幻の開催地をちょっと上げてみました。なのでこう僕が普段まあサカナクションとか他のアーティストのライブでよく見かけるあの同じような規模のアリーナの箇所をね上げてみました。これがこんなそんな感じでこんな感じです。7つ上げました。 北からちょっとナンバリングしてるんですけども、えー、北海道北エール1番ですね。で、2番がゼビオアリーナ仙台、これ結構新しいと思うんですけど、まあ、3番の方が新しいかな、えー、群馬県の高崎アリーナ、で、4番、4番も比較的新しいんですけど、ときメッセですね、新潟県、ちょっと行ったことはないんですけど、で、5番が静岡のエコパーアリーナ、で、6番が愛知県外資ホール、まあ結構違う。 愛知エキュスポとかっていう新しいとこもあるんです。まあ外資ホールを上げました。で、7番グリーンアリーナ、広島ですね。で、まあなんていうんですかね。今回結構福岡とかっていうのは、まあ比較的なんですけど、首都圏に比べると、あのー、抽選の確率が高かったのかなと思って、九州はちょっとこんなとこあったんじゃないかなっていう予想を上げてないんですけど、まあ、あのー、東京のその最終日ね。 遊戯第一体育館であったじゃないですか。あの時多分チケット結構激戦なんじゃないかなって、ほぼほぼなんかこうツイッターの登録とか見てても落ちてる人が多くて、で、平日でもあんだけの人数を入れて、まあコロナで座席を満席に入れられてないっていうのを考慮しても結構人を集めてたなっていうので、まあ首都圏がまず今回少ないなって少ないっていうかもっとできるのかなっていうふうに思ってましたと。 で、あと、まあ、ちょっと不可解、不可解というか、だったのは、まあ、北海道とか仙台とか一箇所あっても、福岡でやるんだったら仙台とか一箇所あってもいいなって思ったのと、あとは愛知県ですね。この愛、謎の <laughs>、あの、愛知をパスするっていう、まあ、神戸とか大阪結構やってるのに愛知がないっていうのは、なんか今回のこの、あの、ズッズさんの、あの、 ダイアリーで、こう、仮押さえしてたけど、断念しましたっていうのを聞いて、ああ、ちょっと、まあ残念ながら、あの断念してしまったのかなっていうのが結構、まあ愛知とか、あとはまあ仙台とか、一箇所へ、あとはまあ首都圏、高崎アリーナとかでちょっと離れてると思うんですけど、まあ、あの、行けなくもない、首都圏住まいの方が行けなくもないところでやれたんじゃないかなっていうふうに僕は勝手に 思ってましたっていうあくまで予想なんですけど <laughs> 予想のお話なんですけど <laughs> っていうのをちょっと今日ねあのこのズっズさんの記事を見てあなんか風さんがこんなとこでやろうとと思思っっっっっててててたたののかかなないいうううをちょっと思ってましたっていうお話ですなんかこう本当はねこう、まあ、風さんのなんていうスケジュールとかもあると思うんですけど、まあ、できるだけいろんなところで多くのところでやってほしいなっていうのは本当の気持ちなんですけどまあ体調第一ってことで。 まあそれこそ、まあ、2022年はですねまあもうすぐ年明け年越しですから2022年はまあ新しいアルバムも出てであれですねまあホールツアーとかなんかできやっていただけたらもう全然もうめちゃめちゃ参加しに行くのになっていうふうに思ってますなんかこう皆さんはこうどういうところが どういうところで、あの、風さ,さんのライブ見たいなとかが、もしあれば、コメントとかで教えてもらえればなと思います。はい。今日はですね、まあ、ちょっと、あの、ざっくりした話だったんですけど、こう、実際に、Help Ever Alina Tour があった会場と、なんか、こんなとこでは、 借り押さえしてたんじゃないかなっていうお話を簡単にさせていただきました。で、まあ、あの、この動画は以上となります。で、この動画気に入ってくださった方、ぜひぜひいいねとかよろしくお願いします。まあ、ちょっと最後おまけなんですけど、あの、グッズね、グッズ販売がありまして、ステッカーとシングルコレクション買って、あの、もうすぐ届きますよっていうメールが来たので、まあ、そろそろ今週末、今週の土日とかに、 お家に届くんじゃないかなと思ってます。またそれもちょっと開けて動画にしたりし,てしようと思いますので、ぜひ待っていてくださればありがたいです。というわけで、えー、この動画以上となります。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。